30代から始めるセルフ骨盤矯正体操を紹介します。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、毎日たったの1分セルフ骨盤矯正を紹介していきます。このセルフ骨盤矯正で得られるメリットは3つあります。体質の改善、体のバランス、精神面などが改善されます。この3つを深掘りしていきますと、体質の改善、むくみ、冷え、便秘、そういったものは骨盤の歪みから来ております。そこを改善することによって痩せやすい体、快便、そういった効果が骨盤矯正をすると得られます。体のバランス、日々日常生活の癖で体のバランスというのは必ず崩れています。どっちかの肩が下がっていたり、どっちかの足が長かったり、腰が痛かったり、そういった原因は体のバランスの崩れから来ております。この体のバランスの崩れを改善することで、下腹ポッコリ、内臓下垂や反り腰、そういったことが改善されます。精神面、体が歪んでいると日常的にイライラしやすかったり、落ち着かなかったり、そういったことにも影響しております。ですので運動ももちろん大切ですが、体のバランスを整えるということもかなり大切です。で、今回たったの1分程度です。ポイントとしては、左右対称の動きをすることによって骨盤が整います。ですがずれているものを左右対称に動かしてもなかなか整いません。そこで必要なのがレジスタンスバンドです。エクササイズでも使ってますけども、なかなか強い強度のものは使うことがないんですけども、こういった時に一番強い強度のレジスタンスバンドが有効的に使えます。もしない方はですね、できれば購入された方が今後骨盤矯正毎日できますので、だいたい5本ぐらいで1000円ぐらいで売ってますので、ぜひ購入をおすすめします。もしチューブはあるけどレジスタンスバンドはないよって方はですね、チューブを腰にぐるぐる巻きにしてですね、中に折り込んで同じように使ってください。ではこれで一緒に3種目やっていきます。とっても簡単です。まずこれを腰骨のちょっと下に置きます。これはまっすぐ伸びてなくてもいいです。ねじれてても OK です。とにかくこれを腰の横の骨のところのですね、少し下に固定して、もしゴムバンドを巻く方はですね、もうとにかくきつくきつく巻いてください。とにかくこれだったらギューって引っ張ってですね、中にギュッと折り込んで使ってください。レジスタンスバンドがある方は一番強い分で OK です。これで骨盤を固定した状態で左右対称に動くと骨盤がだいたい1分ぐらいで整うと言われております。ですのでこれでまずですね、一応手は腰に置いてもらってゴムが動かないように、これでももを水平になるぐらいまで歩きます。ちょっとゴムが上がってくる感じだったらゴムを押さえます。まずこれでだいたいもう10秒ぐらいですね、歩きます。こんな簡単なことで骨盤っていうのは整えます。はい、今度はですね、寝た状態で膝を左右に倒します。できれば足を倒した時に腰が両方引っ張られる感じで膝を倒してください。体が持ってかれる感じでも大丈夫です。とにかく膝を倒すときに力を入れない、上半身の力を抜くというのが大切です。こういう感じです。腰が引っ張られる感じが OK です。もう10秒ぐらいいきましょう。とにかく力を抜きます。この時に骨盤を固定していることによって同じように引っ張られますから、同じような位置に戻ります。ですがゴムがないとですね、両方同じように動かしてもグラグラしてるままになってしまうので整いません。固定している方によって骨盤が徐々に整って同じような動きになってくれます。はい、今度3種目目です。足を開いて内ももを床につける感じで腰を引っ張っていきます。内ももを床につける感じです。
これも大体20秒です。これも骨盤を固定しているからによって整いますので、固定してない状態で動かしてもですね、内もものストレッチにはなりますけど骨盤矯正にはならないです。固定しているからによって骨盤が戻ります。あと10秒ぐらいいきましょう。はい、OK です。はい、これで同じようにもう一回歩いてみてください。骨盤が安定している感じしませんか？どうでしょうか？今ので大体骨盤が整ってます。ですので歩くときにお尻をプリプリさせて歩いてしまうとか、体を動かしながら歩いてしまうとか、そういったのも改善されますから、歩くだけでですね、体幹が身について、姿勢が改善されてます。お疲れ様でした。今のでだいぶですね、下腹出ている方も少し引っ込んでると思います。そしていつも反り腰猫背になっている方も骨盤矯正だけでですね、少し改善されていると思います。これを毎日やることで歩き方が改善されて、体幹がしっかり身について、下腹ポッコリが、体が持ち上がってますから、お腹の膨らむ位置がですね、少し上の方に上がって姿勢が良くなってきます。便秘の改善などにも効果的です。はい、今回たったの1分、セルフ骨盤矯正ということで3種目紹介させてもらいました。たったの1分程度です。エクササイズの前後とかにやるのがおすすめです。必ず毎日ですね、カバン持つとか足を組む、立ってる時にどっちかに体重乗せてしまうとか、そういったことで骨盤っていうのは本当にすぐ歪みます。骨盤矯正に通ったとしても1週間もしたら必ず緩んでます。ですのでこのセルフでやることが骨盤の歪みを常に整えるということには大切です。で、今回レジスタンスバンドを使ったんですけども、持ってない方はですね、説明欄にリンク貼っときますから、それをぜひ見てください。おすすめのやつになります。左右対称の動き、日常的にも左右対称って動きってしてると思うんですけども、ですが一回骨盤が歪んでしまっていると、歪んだまま左右対称の動きをしてしまっても意味がないです。歪んだままです。ですのでこういったレジスタンスバンドを使って骨盤を固定して動かすことによって、うまく元の位置にパチッとはまってくれますので、そこを必ず意識して骨盤矯正をしてください。もちろんエクササイズ中にですね、ヒップリフトやサイドレイズやいろんなエクササイズありますが、その時にじゃあつけておいてもいいのって思うと思うんですけども、それもかなりありです。ウォーキングをする時や何か簡単なエクササイズ動画を見ながら行う時もですね、これをパチッと腰にはめて骨盤を固定して左右対称の動きをすることで、それでも改善されます。ですのでこれをずっと腰に巻いてエクササイズするっていうのはやはりちょっと疲れやすくなりますから、ですのでこの辺がきつくてしんどいなって思うとエクササイズも辛くなるので、エクササイズの時はですね、少しの時間で外してですね、1分ぐらいだけつけてエクササイズを行って、これを外してまたエクササイズの続きをやる、そういったことがおすすめです。ということで今回はセルフ骨盤矯正ということで、体質の改善、体のバランス、精神面、この3つが変わります。ダイエットするためにおいてこの3つが必ず引っかかってきます。例えば精神面、イライラしたら暴飲暴食に走ってしまいます。それは自分の精神的なものが実は関係しているんではなく、骨盤が関係していたりします。ですので抑えられないというふうになりますので、体のバランスをまた見直すことによって自分の精神面も強くなり、イライラしにくくなり、リラックスしやすくなり、体のバランスが良くなることによって体の不調が改善されたり、よく寝れたり、そういったことにもつながりますので、運動ばかりではなくてですね、体のバランスというのをたまには見直してもらえたらなと思います。頑張った方、勉強だった方、よかったらグッドボタンやコメント、そしてシェアもよろしくお願いいたします。これからも効果的なエクササイズ、短い時間で効くエクササイズやダイエットの情報、効果的なものを載せていきますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。